宣伝部の荻原です。商品企画部の宮原です。今日はここシーズンフラッグシップストア大阪に来てます。大阪までやってまいりましたね。ここは関西エリア初のシーズンの旗艦店になります。今日はですね、ゲストの方と一緒にこのシーズンフラッグシップストア大阪をご紹介したいと思います。じゃあ早速ゲストの方をお呼びしましょう。はい、兄貴今日は兄貴に2回目の登場ということで。いやー、来ましたね、新生大阪。はい、久しぶりですよね。前回どれくらい前でしたっけ？相当前かな。1年前ぐらいですかね。はい、前回はね、こう新商品に合わせてコーデをやっていただいたんですけれども、今日は兄貴と一緒にこのシーズンフラッグシップストア大阪を。すごいですよね。もうこの心斎橋のメインの通りからちょっとよくやったこのシーズンフラッグシップストア大阪。もうね、やっぱ好きやね。兄貴にまだちょっと紹介しきれてないモデルも今回あるので。本当ですか？楽しみですね。ぜひこちらも紹介していただければ行きたいと思います。はい。じゃあ今日は兄貴と一緒にこのシーズンフラッグシップストア大阪案内したいと思います。じゃあ行きましょう。行きましょう。やっぱ好きやね。ここはですね、シーズンだけじゃなくてカンパノラやフレデリック・コンサートなどシーズンウォッチグループの主要ブランドを西日本最大級のコレクションで展開しているお店なんですよ。西日本最大級。はい。だからぜひね、ちょっと兄貴にはアテサももちろんなんですけれど、アテサ気になっちゃってしょうがないですよね。でもアテサ以外にもいろんな魅力的なブランドがシリーズというね。そうなんです。で、上にもあるんでぜひちょっと紹介したいと思います。なんかこの白い世界が素敵ですね。で、ここの2階はですね、カンパノラとか、フレデリック・コンサートとかシーズンウォッチグループの主要ブランドを展開してるんですよ。こんなにいろんなブランドあるんですね。それぞれのブランドごとにこうちょっと世界観を分けていて、居心地のいい時を感じる場所という空間コンセプトで、どなたでも入りやすい上質な空間を目指して作られたお店になってます。なるほど。なんかこう上がってくるとまた天井の高さがなんか海外のホテルのフロントみたいな感じで、あと上がってきた瞬間にこの抜けの新斎橋の景色もすごくいいですね。それサイドにすごく時計も見やすいかなって。ゆっくりと時を感じながら、お気に入りの一本を選んでいただきたいなというふうに思いますね。なのでこう時計屋さんってね、なかなかハードルが高い。確かにちょっと気が引ける方も多いですもんね。だからぜひちょっとね、気軽に入っていただいて、1階がシーズンブランドを展開してるんですけれども、シーズンだけじゃなくて他の時計とかも見ていただきたい。そうですね。で、今日はですね、兄貴にまだ紹介してないアテッサがありまして、楽しみです。最近出た新作もありますので、ぜひそれも紹介させてください。1階の方ですか？そうですね。1階そのままいっちゃいましょう。やっぱええね。兄貴も全国回って忙しいですよね。いや、もうなんかイギリス、ロンドン行ったり、スコットランド行ったり、なんか奈良行ったりとか、やっと心斎橋でゆっくりアテッサが見れるって感じですね。今日は数えきれないけど、いやもう100アテッサです。100アテッサ紹介したいんですけど、今回厳選した3アテッサを紹介させていただければと思います。厳選大事ですね。厳選かけ流しですから私、温泉は厳選かけ流しはダメですか？厳選かけ流しの3本で、まずは今最注目のですね、お月様が輝いてるんですね。月齢自動計算機能ルナプログラムというものを搭載した BY100417X、 こちらから紹介させていただければと思います。これ今年出たばかりの新作なんですよ。今年の夏に出たばかりの新作です。ぜひ手に取ってご覧ください。アテッサのですね、得意なこの電波と光発電、エコドライブを駆使して電波を受信して自動でその日のこの月齢を計算してムーンフェイズで表記してしまうというですね、そういった機能を積んだアテッサになっております。これは例えばこの今のこの時点の月の満ち欠けがここで分かるっていうことなんですか？そうですね、はい、いいですね。このベゼルがピンクゴールドですか？そうですね、デュラテクトピンクを採用しておりまして、スーパーチタニウム、チタン製でより傷がつきにくい。このレザーベル結構キメが細かい、すごい高級感のある。そうですね、カーフで今回かなり光沢感のあるような革を採用しております。すごくこうおしゃれに使ってもらえる一本なんじゃないかなというふうに思います。はい。そしてニアテッサ目ですね。ニアテッサ AT804456E なんですが、はい、こちらはアテッサのもう本当に名作と呼ばれる AT804 シリーズ、うん、もうベストセラーのモデルになるんですが、ルナプログラムとはまた違ってこちらはクロノグラフのモデルになってるんですが、うん、やっぱりこうクロノグラフがついてくるとちょっとスポーティーな感じも、はいはい、より強まりますし、このブラックの中にこう白がかなり映えるんですよね。はいはいはい、そのツートン感っていうところも楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。なるほど。でこのモデルブラックチタンなんですけど、はい、結構ポイントでこう鏡面仕上げされた部品などが使われておりまして、こういうところですね。そうなんですよ、うん、そういったところがブラックの中でさらにキラキラと光ってくれるので、もう単調なブラックにはならないっていうところが。確かにこの照明でもこうですけど、うん、これ多分心斎橋とか御堂筋の夜のネオン街でもこうやってこう映える感じしますね。そうですね、はい、はい、腕元をちょっとキラッと輝かせてくれるのかなと思います。はい。こう見た目はちょっと同じような印象なんですけど、全然違いますね。ルナプログラムとクロノグラフで。うんうんうん、確かに、うん、そうなんですよ。確かに。なんか南の方でこれ北の方ってことですかね。いや、大阪的に言うと、なるほどなるほど。なんとなくですけどね。なんか串カツとお好み焼きみたいな。なんかありがとうございます。あんまり食いついてこなかった。ちょっとピンとこなかった。見慣れてきた。で、はい、3アテッサ目ですね。3アテッサ目はこちらアクトラインのモデルとなっておりまして、AT818651 L というモデルになってます。でこちらは今アテッサで大人気のですね、今僕もしてるんですが、この色もだからこのカラーリングですね。そうですそうです。まさにこちらが今我々のマスコミモデルと言ったりしまして、はいはい、非常に今アテッサの売り上げを牽引しているような大人気モデルになってるんですけれども、これも前高円寺で紹介してもらった、これだから2ダイヤルっぽいっていうか2つ目に見えるじゃないですか、うん、こっちは3つ目な感じですよね。このバンドのちょっとツートーンになってるのいいですね、これ。そうなんですよ。これがこのモデルの非常に特徴になっておりまして、はい、アテッサの非常に人気のこのブラックチタンというところが、このベゼル、この光沢のあるベゼルと、はい、中駒ですね。中駒に使われておりまして、こうツートンにすることによってよりこうスポーティー感だとか、うん、アクティブ感というところも感じてもらえるんじゃないかなと思います。はい、服装を選ばない、コーディネート選ばないぐらいの感じはしますね。もちろんアテッサすべてのモデルにおいてスーパーチタニウム製になってますので、はい、メタルバンドでもやっぱり非常に軽くてつけやすい。軽いですよ。はい、なんかこのやっぱピンクゴールド、はい、ちょっとこれにね、合わせるちょっとアニコーデを実はね今こっそり、はい、さっきパーってもう用意してきました。じゃあこれでちょっとね、アニコーデをちょっと行ってきますね、これ。はい。お願いします。たこ焼きと月とね、宇宙。そう、そう、あれかけちゃう。正直なんでも美味しい。おお。よいしょ。なるほど、なるほど。一応このやっぱピンクゴールドの。ちょっとセクシーさですね。ベルトもブラックのレザーなんで、うん、やっぱりドレスっていうか、ジャケットとかスーツはジャケパンにいきそうなんですけど、逆にこのセクシーさをちょっとカジュアルめにしました。月と宇宙と、うん、たこ焼きですね、うん、このピンクゴールドの優しいラウンド、うん、この丸はやっぱり大阪のふわっとしたなるほどなるほど、たこ焼きで、これはジージャンタイプのジャケットなんですけど、やっぱりこの1個だけボタンを留める、これたこ焼きでもあり、月でもあります。なるほど。シルバームーンですね。で、小さい月もあったりして。で、この真っ黒な方、ちょっとツヤがあるんですよね。ブラックモンスター。これは宇宙です。宇宙の中にこの月とたこ焼きがあると。たこ焼きがある。で、まあインナーも普通のまあポケティでちょっと見えるぐらいにして、こういうちょっとドレスっぽいセクシーな時計でもパンツの丈はちょっと長めで緩い感じですね。でもう靴もレザーシューズとかドレス系ではなくて、もうバンズでこうもう適当な感じですね。でこのギャップがなんか一番こう、そうですね。この色がね、合わせ、そうなんですよ。色えてるところがこの配分ですね。でピンクゴールドがあって、ここシルバーがあって、やっぱこのバランス、これが大阪の震災が生まれたハーモニーやね。ハーモニーやね。ハーモニーやね。こんな感じですね。ということで、せっかくまあ大阪じゃないですか。でやっぱたこ焼きってさっきからたこ焼きって言っててやっぱりね、ここはね、アテッサに合うアテグルーブがね、ふわっと吹いてるやねんやねんちょっとね気になるたこ焼きあるんで、ちょっと行きましょうね。ちょっと歩いてね、すぐね、歩いてふわふわでね、一口いくとね、めっちゃ熱いですよ。やけどしますから気をつけないと。楽しみ。